年生なので今勉強してますが、勉強っていうのも別に闇雲にやっちゃよくないよねって話は前々からしてるんだよね。勉強っていうのはルールがあるんだけれど、そのルールはしっかり明確に意識できてますか。でルールを知るってことはどういうことかって言ったら、勉強、私たちは何を前提にして勉強させられてるんだろうっていう、国の制度とか教育制度とか受験制度っていうものをしっかり意識しましょうっていう。勉強っていう言葉を一言でさ言われるとさ、大人の人たちは生きるための学びのことを言いするし、俺たち学生、俺学生じゃねえや、2人みたいな今ね、まさに学生さんやってる時は集合教科でしょ。で受験のための勉強じゃん。授業があって宿題があったりとかするやつなんだけど、点数が出て受験があって合格不合格みたいな。で、要は勉強って言われたら本当は終わりがないものもあったりするんだよね。どんなに学んだって一生懸命学んでも足りないぐらい勉強ってものは一生続くよ。でも2人がやってる勉強っていうのはそういうものじゃなくて、必ずゴールがちゃんとあって、ここまでやったらあのゴールもう終わったよしっていう、ちゃんとした明確なゴールがあるはずのものなんだよ。でそれをしっかり2人が意識して勉強できてるかどうかっていう。で要するに、このホワイトボード全体がさ勉強の全部の世界だとするじゃん。でもそれを見て勉強を始めちゃったら、多分何をどこまでやっていいかわからないから、多分どっかで疲れちゃうんだよ。それこそゴールがないマラソンみたいな、砂漠の中で行くマラソンやってみたいな。ゴールのマラソンも嫌だな。どこまで走っていいかわかんないし、そもそも俺がどこにいるかわかんないみたいなさ。で、そういうのじゃないんだよね。これぐらいで済むはずなんだよ。このホワイトボード全体が指す勉強というものの中で2人がやらないといけない量なんてこれぐらいなもんなんだよ。ちゃんと決まってるね、エリアは。こっからここまでのことは勉強してね、そしたらちゃんとあの答えられる問題出してるからっていう。それを2人がちゃんと意識して勉強してくれると、あの自分の立ち位置も分かってくる。今ここまで仕上がってる、あとこれだけ足りないっていうのが分かってくる。でいつも言ってるのはそういうこと でそれっていうのは前提、みんなが勉強っていうものの前提には今言った通り受験制度っていうものがあって、受験制度っていうのがあるんだから、受験制度とか教育制度にのっとった勉強をちゃんとやろうねっていうのが一つ大事な視点。受験制度、教育制度じゃなくて受験制度。受験制度の方がいい。2人を意識した方がいいのは受験制度。教育制度は別に無視してもいい。むしろ2人が通っている学校で何をどうさせられるかっていう、そういうことも無視していい。それを活用するかどうかは別にして、それが全てではないので、それを前提にしちゃうと本当に自分がしないといけないことができなくなっちゃったりするから、それが自分にとって必要かどうかっていうことを考える上でも、受験制度っていうことの方を前提に置いた方がいい。判断が狂わないです。ただもっと重要なことがあるんですよね。この受験制度を前提に考えないんだけど、その下のさらにもっと重要な、もっとでかい枠での前提を意識しておかないと、ただの吸収で終わってしまう可能性が出る。なんだ。なんでしょう。ちょっとそこは考えてもらおうかな。なんでしょう。2人はもちろん受験生なので、受験生なのにとった勉強をしなければならないんだけれど、ならないんだけれど、そこだけを考えていたらよくないよねっていう前話はしたよね。2人は何のために勉強しているのかというところまで考えると、今少なくとも俺たちは日本人なので、日本の中で生活しているよね。日本の中で生活しているんだけど、じゃあ俺たちにもその先にあるもっと大きな大前提として何があるんだ。大前提って言ってる語弊があるな。俺の中では中前提なんだけど、これが小前提。勉強っていうものは受験制度にのっとってやるから、受験制度さえ理解すれば OK っていうのと、じゃあもっと言えば、この受験制度っていうのは何のためにあるんだ。何のためにあるんだ、ごめん、それは難しすぎるな。この先でどんなことが待ってる。その先、受験を乗り越えた先、二人はどんな世界で生きているの。社会グローバル
それでもいいね。完全に俺の中にはなかった。でもこれも大事だよ。これも大事だね。情報社会。わあ、まあ情報社会全くこれなかった。はい、情報社会。あ、でもいいね。社会で確かにグローバル社会の教育。さあ、何社会でしょう。え、社会なんですか。社会です。でもいいよ。社会つけなくても。漢字4文字。社会。あ、資本主義。おお、正解です。資本主義社会ですよね。おお、なんだろう。はい。資本主義ってどういう主義ですか。何を思ってる。いや、雇い主と労働者がいて。そんな感じです。そんな感じですね。お金がすごくこっちに集まってる。うん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 、そうだよね。資本主義っていうとお金がすごく絡んでくるよね。はい。ってことは誰、俺たちは勉強するっていうことを考えるときに受験制度をベースにして何をどこまでやったらいいかってことを考えるのも大事なんだけれど、その先に何のためになんか勉強するかって言ったら結局生きていくためでしょ。で、生きていくってことはお金が必要なわけじゃん。なぜお金が必要かって言ったら資本主義社会だからでしょ。ああ、そうですね。これはもし原始時代だったらさ、別にお金がなくてもさ、いいわけだ。物々交換とかやってればさ、生きていくためには食べ物買うためには、お金が必要です、で、俺はちょっとそのうちお金がなくなっていくんじゃないかなって思ってるし、そういうふうにやっぱ堀山さんとかも言ってたけど、まあその、いろんな人が今、予測してるのはお金っていう概念はなくなっていくっていうのを言われてる。それは俺のオリジナルじゃない。ただ俺も考えてみたらそうなるしかないんだろうなって思うし。それは電子ですか、なんかインターネットとか上の。どうなるんですか、お金そのものがなくなるんですか。なんかね、俺ね、一時やろうと思ってたことが物々交換のサイトを作ろうと思ってたね。要はなんか物をお金で買うんじゃなくて、もうお金を返さずに持ってるもの同士を交換するような形でやり取りできるサイトを作れないかなって前は思ってたのね。全然そんな技術とかないんだけど、そしたらなんかアメリカの人がやっちゃってあ、やってる人いるなやっぱりみたいな。でさ、お金ってそもそもなくてもいいものだったりするのよね。で、なぜかって言ったら、これは堀山さんがしたのは何かって言ったら、お金持ちってどういう概念かっていう話になってくる。でお金持ちって何だって言った時に、1億円持ってるからお金持ちかって言ったら別にそうではなくて、これからは必要な時に1億円必要だって言った時に1億円用意できる人ってのがお金持ちなんだ。でそうすると、例えば1000万貸してくれる友達が10人いて、俺何かあったら1億円ちょっと使いたいんだよねって言った時に1000万貸してくれる友達が10人いることが本当のお金持ちの概念になっていく。だから自分自身がお金をたくさん持っているということよりも、そういう信頼関係を築いていくことの方が大事。もっと言えばその信頼というものがお金に変わるものになっていくみたいな感じ。でもそれはほら急激には始まらないよ。さっき通りそのサイバー社会における仮想コインとかね、仮想マネーみたいなものが作られていくんだけど、この次の段階ではね。で、こういう紙幣みたいなさ、あれ紙幣はお金じゃないんだけどさ、あれは交換券だから、ただの引き換え券でお金とは言わないんだけど、そういう紙幣っていう物理的なものがなくなっていくかもしれないし、もっと言うと、例えば銀行でさ、お金預けるじゃんか、で通帳とか記入すると数字が出てくるんだけど、あれも結局お金がどうこうじゃなくて、ただ数字が打ち込まれてるだけね、情報でしかないんだよね。だからあれが例えば銀行の方で、なんかコンピューターいじくってさ、なんか、なんだ、ハッキングしてさ、自分の口座のところに入ってさ、ゼロ、ピピピ、3つぐらい増やしてさ、なんかさ、でやっぱビビビって出てきてさ、なんか100万円もさ、1億とかなったら、その1億が俺の口座に入っていると認識されるんだよね、コンピューター上は。そしたら、引き出そうと思ったら直接引き出せるわけじゃん。そんなものでしかないっていう、お金っていうのはね。
でもちろんそれはもう先々の話だし、まだそれは机上の空論でしかないから、今現在は資本主義社会の中であってはお金っていうものが大事なツールであるっていうのは変わらない。お金があった方が困らないよね。病気になった時も、例えば重い病気とか珍しい病気にかかってしまって治療費がめちゃめちゃかかるって言った時も、お金があれば何の問題もない。お金がない人はちょっと苦労しちゃう。そんな感じ。欲しいものもたくさん、ね、例えば月5万円のアパートに住むのか、月100万円の、ね、高級マンションに住むのかによって生活の感覚は全然違うでしょ。タワーマンションの最上階に住むのが俺の夢だけどさ、ね、こうなんかこうガラスがね、バーって一面がその、まあ、180度全部パノラマに見えるようなさ、ガラスでパリのね、タワーマンションの最上階でさ、でホームシアターとかってね、なんかそのなんか本棚もバーってあったりとか、好きなディズニーの絵とか飾ってたりね、そうさ、そういうことばっか考えてんだけど、なんかそういう5万円のアパートでその空間の中で毎日過ごすのと、それこそベンツでね、行き帰りしたりしながらタワーマンションに帰って、うんって帰るこうね、シャンパンとかさ飲みながらさ、その日を終えるみたいなね、生活はやっぱ全然感覚が違ったりするわけじゃん。でそれを言えばお金の力っていうよりも、お金が、俺はお金が正直欲しいんですよ。お金持ちになりたいんですよ。でお金持ちになりたい理由は自由ってありたいから。あ、この服高いから欲しいけど買えないとかって嫌なの。でもそういったことはある程度お金を稼げないといけないでしょ、うん、っていうのが資本主義の現実なんです。お金がなければ買えないんですよ。実際、いや、男の人の考えだなと。おー、というと、いや、男の人の夢だなって感じがするんですけど、うんうんうん、私は違う夢の方が、夢があって、うんうんうん、いや、別にその周りがそのガラス張りじゃなくていいんですよ、うん、でもタワーの方はちょっと自信も怖いなっていうところもあるんですけど、周りはちょっと振り切られない。そうですね。でも実際私はすごくあったかいアットホームな家が作れたら、うん、すごく幸せだなっていうところで、うんうんうん、なんか子供とかの教育費もちゃんと払えるようなっていうか、うんうんうん、あ、一緒に温かいものを食べるようなぐらい、うんうん、まあ、ちゃんとしたお金、うん、ちゃんと収入があったらいいなっていうのは夢っていうか、まあそこまでですね、そのどっかに住むとかで、うん、っていうのは、うん、今、うんうん、でも、うん、いやいや、もうなんかそういうのは大事よ。もちろん 俺はほら、なんだろう、そういう夢だし、うん、なんか夢の持ち方って結構、なんだろう、それぞれだってさ、うん、